はい、こんにちは、のぞみでございます。今日は石垣島に来ております。ミスタ近所ホテルのレビューになるんですけども、沖縄県外に住んでる方はね、ちょっとミスタ近所ってちょっと馴染みのない名前だと思うんですけども、沖縄県内でここ 2,3 年でね、30ぐらいまで増えております。ミスタ近所、ご覧の通りですね、こちらマンション型のホテルになりまして、まあサービスアパートメントみたいなねホテルになりまして、まあ室内には家具家電とかね、洗濯機などついております。今日はこちらのホテルレビューしたいと思います。では早速ですけどもね、チェックインしたいと思います。さあではちょっとね、最初にチェックインしたいと思います。こちらミスタ近所のゴールデンキャッツでございます。ではチェックイン終わりましてね、今日は306号室でございます。今からねエレベーターに降りたいと思います。さあ3階に到着になります。306ですね。さてお部屋に到着でございます。ちょっと電気つけます。よいしょ、3階です。まずねちょっと晴れてきましたね。こちらベランダでございます。はい、ではちょっと今からですね、室内のご案内したいと思うんですけども、僕がミスタ近所に泊まる理由なんですけども、やっぱこうサービスアパートメントになってまして、もうやっぱ家具家電揃ってますね。こう簡易的なキッチンもございますし、こうやっぱ連泊とかですね、長期滞在の方に本当に向いてるような、ホテルでございます。広いですよね、ミスタ近所ね、3階でございます。まあいろんなタイプのお部屋がございますので、今日は結構広めでございますね。ダブルのベッドが2個ございますけども、まあ僕1人で泊まるんですけども、今日は僕4泊泊まりますね。アゴダで予約しましたけども12,000円です。アゴダはね結構セールやってまして 75% オフで泊まれました。だから1日あたり3,000円なんですけども、今はちょっと GoTo トラベルの対象外ですので、それでも4泊12,000円、1泊3000円ですよ。安くないですか。はい、でこのように簡易キッチンありますね。まあ、ちょっとしたこう料理もできますけども、まあ、僕はちょっと料理ができないんですけどね、そしてケトルに、電子レンジ、そして、冷蔵庫あります。もちろん何も入ってないんですけどね、まあ、連泊の方はね、今いろんな食材を買ってこちらにね入れとくのもいいと思います。こちらが簡易キッチンですね。まあ、最低限のコップとか、もちろんこうねお皿洗う洗剤とかスポンジもあります。ちょっとここが ミニカウンターになっててね、いい感じですよね。そしてこちら、まずお風呂でございます。やっぱお手洗いとね浴室が別々になってるのがいいですよね。もちろんボディシャンプーとシャンプー、そしてコンディショナー備え付けられております。そして何より嬉しいのが浴室乾燥機がありますから、洗濯をしてここに干すとすぐ乾くのがいいですよね。やっぱり長期滞在連泊の方にはとてもありがたいですね。そしてこちらがお手洗いですね。結構清潔感があるお手洗いです。でこちらが洗面台ですね。アメニティも最低限のものは揃っております。ドライヤーに、こちらがハンドソープ、そしてね櫛とかですね、まあ、ヒゲ剃りのセットとかね、体を洗う、こうスポンジみたいなやつもありますしね、
そしてまあコップも最低限のものございます。そしてこちらの空間は結構広くて荷物置ける場所でございますね。結構スーツケースとか、荷物の多い方にはもうなかなかいいんじゃないでしょうか。本当にもう見た感じ普通のワンルームのね、お部屋でございますけど、マンション型のミスター近所でございました。ではまずですね、Wi-Fi はもちろんあります。あのお部屋に入るとだいたいテレビの前あたりにこういう Wi-Fi の、ね、パスワードが書かれているやつがありますからね、はい、各お部屋にこういうパスワードが置いております。そしてですね、ちょっと有料のものもありまして、まず駐車場がですね1泊1000円でございます。結構、ミスター近所によっては結構駐車場を、ね、たくさん確保しているところもあるので、当日車ありますかって聞かれますので、その時に、別料金で1000円払ったりと、事前予約もできますし、ただこう駐車スペースの、少ないミスター近所もありますので、ちょっとこれは予約していった方がいいですかね。ゴールデンキャッツはここのホテルは結構駐車スペースがたくさんありますので、予約なしでも行けるとは思うんですけどもね、はい、レンタカーの方ね。そして有料レンタル、食器セットがね1泊1000円なんですよね。はい、料理するのにも食器セット借りないといけませんので1泊1000円、これはちょっと僕高いなと思うんですけども、あと無料レンタルは目覚まし時計、ハンガー、缶切り、物干しロープね、あと延長コードとか、傘は無料レンタルできます、ね、あと無料アメニティですね、トイレットペーパー、ティッシュ、歯ブラシ、カミソリ、ヘアブラシ、レディースセット、綿棒、ボディスポンジとかは無料でございます。で、洗濯用の洗剤は1回分50円で販売しております。フロントで、お問い合わせという感じでございます。あとですね、お部屋の掃除基本ないんですよね。だから連泊の方でお部屋の掃除を希望される方はフロントでお問い合わせください。これちょっと有料になってますね。そしてタオル類は、無料で交換できますね。使用済みのタオルをねフロントまでお持ちいただければ、お一人様につき1セット新しいタオルね、交換できるということでございます。さあ、ミスター近所はマンション型のホテルになってますので、本当にこう各フロアこのようになってます。本当にお家に帰ってきたような感じになるんですけども、そしてですね、何より嬉しいのがなんとランドリーがあるんですよね。これ無料でね使えるんですよ。ちょっと開けてみましょうか。各フロアにあるのでこっちが2個ありますね。そして乾燥機もあります。これね無料で使えるんでね、はい、これは非常にありがたいですよね。ミスター近所によっては、ね、お部屋に洗濯機があるところもありますので、本当に連泊の方にはね、助かりますよね。ランドリーでございます。ちょっと外に出てきましたけども、ミスター近所のゴールデンキャッツの周りはね大体もこう住宅街でございます。で、場所がですね、まずバスターミナルと石垣港離島ターミナル、フェリー乗り場ですよね、そちらから歩いて大体 12、3分ぐらいです。レンタカーだとね全然問題ないんですけども、僕は空港からバスに乗ってバスターミナルまで来て歩いてきたんで、だいたい 12、3 分ぐらい歩きました。別に全然僕は問題ないんですけども、レンタカーで来たお客さんは全然いいですよね。ただ、繁華街です、三崎町の、居酒屋さんとかたくさんあるところは歩いて
まあ10分ぐらいかかるかな。まあ、それが大丈夫の方は全然おすすめでございます、ね。はい、結構静かな感じでございますけどね。コンビニエンスストアがですね、歩いて3、4分ぐらいのところですかね。で、ホテルから歩いてもう2、3分のところにファミリーマートがあります。石垣浜崎2丁目店です。さあちょっとコンビニに行って帰ってきました。さあまあなんといってもですね、フロントをよく通らずにね、裏から入れるのがいいですよね。でも直接エレベーター行けますからね。さてチェックアウトなんですけども、チェックアウトの仕方はね、至ってシンプルです。こちらフロントの横にポストがあるんですけども、このように鍵をポストに入れたらそのままチェックアウトできるっていうね、至ってシンプルでございます。さあちょっと今日は晴れなんですけどね、ちょっと雨が降ったり晴れたりちょっと変な天気なんですけども、昼からお天気良かったら黒島に行こうと思ってます。今回のミスタ近所のホテルのレビューは以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。次回は黒島かな。